私ですね、アイドルがすごい好きでして、今日は地下アイドルというものについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、芸人がそうであるようにですね、アイドルも売れてないアイドルというのがたくさんいるわけです。ちょっと、表にしてきました。こんな感じですね。まあ、上、一番上の AKB、モノクロ、モーニング娘。この辺はもうアイドル興味ない人でも耳に入ってくるレベルで、もうテレビにバンバン出てくる、いわゆる地上の存在なんですけども、そうでない、地下のアイドルというのがたくさんいるわけです。まあ、例えばこの辺に、いるところですと、まあ、キューブアイドリングなんていうのは、まあ、テレビでもちょくちょく見ることがあって、ベイビーメタルなんていうのは、まあ、海外で先に、売れてるっていう、まあ、芸人でいうとガーマルジョバみたいな、さらにどんどん下がいてっていうのは、たくさんあるんですけども、今日はこの辺りのね、一番楽しい時期の、アイドルをご紹介していきたいと思います。まずは、こちらのアイドルでございます。3ミニッツというグループです。まあ、どういうアイドルか、説明文がホームページに載ってあるのでちょっと読んでみます。秋葉原発3をテーマにしたフミリーダンスにも参入し、業界内で早くも絶賛されているなぜか数字の3をバンバン押してくる、グループ、楽曲も全部3分で作ってあるんですね。で、まあ、そんな数字の3をテーマに頑張っている3ミニッツなんですけども、残念ながら、5人組というかそこ一番基本的なところでそこは3にできなかったで、他にもですね、最近のアイドルグループで結構いろいろ事件がまあ起こってまして、まあ、代表的なところで言いますとですね、トロシーリトルハッピーという5人組のグループがいたんですけれども、5人組のうち3人が脱退を発表しまして、その脱退した3人でコールミーというグループを結成しました。しかも残りの2人が知らされてないっていうすごい事件そんな感じの、今日は事件の中でも、謎の解明をしたグループというのが何人かいます。まあ、例えば代表的なところで言いますと、スマイレージというグループがアンジュルムという名前に改名しました。ベイビーレイズというグループだったんですが、ベイビーレイズジャパンと急にダサくなりました。もともとはビクトリーという名前だったんですけども、頑張れビクトリーという名前でコロコロコミックみたいなダサい改名が何個かあったんですけど、ちょうど本日なんですけども、今まで9年間ザ・ポッシボーという名前で、9年間活動したグループがですね、今日をもちまして、チャオベルナチンクエッティに改名ファンの間ではですね、呼べないとか、お猿の二の舞とか解明失敗ってことで、猿の2回目ですけど、最近のアイドルの特徴としましてですね、なんかメンバーに担当が割り振られて出てることがあるんです。まあ、例えば代表的なところで言いますと、フルーティーという、グループが北海道にありますけど、それぞれに担当フルーツが割り振られています。まあ、例えば見てみますと、ミサはリンゴ、コナミはユズ、クルミはキウイ、オバチがライム、オバチクルミのキウイ、ちょっとややこしいこんな感じで担当フルーツが割り振られています。他にもね、いろんなプロフィールのグループがありました。スリビットというグループなんですけども、このグループはですね、釣りをコンセプトにしているグループです。それぞれに、釣りたい魚が書いてありますイスキはマダイ、ね、ナスキはカツオ、アユがアユで、アヤがマグロ、大丈夫マグロってプロフィールの中にマグロって書く人なかなかいないです、他にも見てたらですね、名古屋にいます、アイドル教室っていうグループがあるんですけども、そこはですね、名古屋のお寿司屋さんがプロデュースしたアイドルグループで、平日にその店に行くとアイドルたちが寿司を握ってるっていうグループ、それぞれ担当ネタが決まってます。で、それも見てみますと、朝木がマグロもかぶってます、アリスがサーモン、光がカニ、さゆみが卵、いろいろ決まってるんですけど、なんか研修生みたいなシステムもありまして、そっちの方のプロフィールも見てみたいですね。一人でね、ナオって子がね、フーって書いてあるんですけど、大丈夫かなって思ってさばけるかなっていうね、かなり心配ですけど、最後に、ね、その担当系で一番ハードなグループを紹介します。ザ・マーガリンズというグループなんですけども、メンバー全員に借金がありまして、借金総額1億2000万円かなりシャレにならない額なんですけど、その内訳も書いてありました。メンバーのプロフィールが書いてあるんですけども、ラン50万、上京資金と生活費を親に取る、ミクが400万、奨学金、ね、この700万奨学金、あ、まあまあ、奨学金とか親に借りてる程度のなのかなって思ったらですね、もっと見てたらですね、ユウが300万、ディズニーランドとエステスティーマナクが600万、路上で弾き語りをしていたら詐欺ただね、よく見てみますね、詐欺にあって600万なのに、こっち奨学金で何百万いる奨学金が結構シャレになってないただ、これを合わせましても1億なんて全然届いてないんですよ。なんでかなと思ったら、こっちも研修生みたいなところがありまして、そこのプロフィール見たら1人ですね、実家の工場が倒産して1億円の負債を抱えた30歳のアイドルなのかどうかも分かんないんですけど、その子のプロフィールにですね、借金を返したらしたいことっていうのが書いてありまして、
家族4人で食事って寂しくなっちゃうから